本日は3月30日でございます。朝5時49分の相場解説です。天井を今ね割ろうとして1回目のトライ、2回目のトライ、3回目のトライに入っている最中でございます。今回突き破っていただければそのまんま倍でエントリーするんですけども、まだ分かりません。もしかしたらもう1回跳ね返ってですね、再度4度目のトライになるかもしれませんね。どちらにしてもトレンドは倍の方に向かってますので、その辺からちょっと解説しながらお話していこうかと思います。それでは画面を切り替えていきますんで、デイリーの方からご覧ください。はい、ではこれがねデイリーなんですけども、前々からお話している通り、このような形でね垂直トレンドが始まって、押し目を作ってぐんと上がって、もう一回押し目を作ってですね、ズバッと上がったところで今レジサポラインに当たりました。1回目のトライをして、2回目のトライをして、そしてここは突き抜けてきましたね。でこの後ヒゲを出して、下ヒゲを出して上の方に伸びようとしているところなんですけども、この辺を細かく見ていきます。4度目のトライのところもこれで見えます。4時間なんですが、一旦ですねこちらの方にゾーンができていたと思うんですよ。この辺にこういうふうにね、これは突き破りましたね。そして一旦下の方に向かったんですけども、下ヒゲを出して急速にまた上昇方面に向かっています。 N を作ろうとしているところですよね。でもうすぐ110円の方に向かうんですけども、前々からお話した通り110円、111円の方向にチャートは動いていくということですね。では1時間見てみます。ここがトライトライトライですよ。急速に上昇したこの値動きは一度ここで跳ね返って、もう一回同じ水準まで上がりました。そして力を蓄えて、この勢いはですね2段構えになってますね。ここで N を書いて、 N を書いて、これねだから5分とかで見たら本当にね小刻みに上に上がってるところが見えてます。そしてもう一回下の方に力を貯めて上昇しようとしている瞬間ですね。今まさにここを突き破ろうとしているところなんで、このねギザギザの上昇が勢いを増して突き破ってくれれば、そのまんま109円の865あたりから倍に入ってもいいかと思いますね。で、移動平均線見ていただいても分かるように、もうまっすぐ迷いなく右肩上がりになってます。まあこれ以上に重要な形はもうないと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。今日は見どころじゃないですか、もうこのあと1時間ぐらいで倍に入れるかもしれませんし、もう一回ね、下の方に勢いをつけて下がるようでしたら 4,5 時間待てということになるかもしれませんけども、いずれにしても本日中に倍を入れるエントリーポイントが見つかると思います。それではお楽しみに。